コロナが、こう蔓延してきてからやはりこう道一人歩きをしててですね、やっぱり今までこうあったお店が急にこう閉鎖してなくなっていったりとか、あの道を歩いてて例えばそのラーメン屋さんだの、あのコーヒーショップとかこう匂いである程度こうこの辺が確かそうだったなと思ってたのが突然こう閉鎖されてその環境が変わっちゃうとあれここで良かったのかなとかってふと不安になったりとか、換気のためにこうお店とか結構空いてるとこが多くなったりする、あのお店に間違って入っちゃったりとかそんなこともあって逆にあの不便なことが多々ありますね。コロナによってやっぱり状況が随分変わってきて街を歩くのにもやはり不安な部分って結構多くなりましたね。こう困った時ですね、最近やっぱりコロナのせいで声かけがなくなってしまって、だからあのこのシールで短い時間ならこれ助けてもらいやすいかなと、あの先ほどもどうしたのとかって声かけてくれる方もいらっしゃるようになって、やはりこれあることによってあのちょっとあのコロナがあってもあの少しは心強いかなとは思います。たりはしてましたけども、なかなか厳しいところもありまして、それであの相談している福祉施設の方からここの洋服の方を紹介をいただきまして、見学をさせて、また実習もさせていただいて、あのここの職場の雰囲気で気に入りまして、ちょっと就職を決めまして、今のここの市の職場ですけども、定年までなんとか頑張れるようにしていきたいっていうのは自分の思いですね。前回4月に練習に行きました。それからは緊急事態宣言とかまん延防止で練習が中止となってしまって全く練習できずにいます。来年はワールドカップイヤーなので、まあ、コロナで厳しい世の中ではあるんですけど必ず開催されるとも限らないですし、本当に状況は分からないですけど、今現在は来年のワールドカップに出場できるように目標を切り替えています。このコロナで思うような活動ができない期間は次に活動するための準備の期間だと思っていて、いろんな大会が中止になったとしても、まあ、その先の大会のことはまだまだどうなるかわからないので、常にその次の大会だったり、その次の大会に目を向けて活動しています。